皆さんこんにちは。ヘッドデモチームの奥村俊です。今日はですね、今日乗りましたこのショートのスキー、乗っている長さは165センチなんですけども、去年と大きくイメージカラーが変わりまして、今年からスピードブルーということで、すごく履いていて、新鮮でスピード感あふれるスキーになっています。履いた感覚としては、去年のスキーに比べて、サイドウォールのカッティングがあることもあって、すごくターン前半の入りは去年以上に良くなったのかなと思います。それに加えてヘッドの持ち味である、スキーの安定感というのは、抜群にありますので、今年の技術戦でも、こういったスキーの良さをしっかりと引き出して、滑ることができたのかなと思います。今シーズンの技術戦ではすごくバーンがソフトな状況があって、非常に難しいバーンが多かったんですけども、そんな中でもこのヘッドのスキーの安定性で、スキーが跳ね上がることなく安定して滑ることができたので、特にショート系の種目では力が発揮できたかなと思います。整地に関しては、先ほども言ったように安定性と、あとはターン後半の走りっていうところはすごく、ヘッドスキーの武器になると思います。それに加えて不整地でもすごく、張り付き感があって、コブの中を、スキーが張り付きながら滑ることができるので、そういった点はすごく強みになると思います。